JR 四国ご利用くださいましてありがとうございます。特急列車分配19号浦島行きです。この列車を担当いたします乗務員キャンテンシー宮地、車掌は末広です。終点後浦島までご案内いたします。これから先に停まります駅に着きます。四国車のご案内をいたします。次の伊予市には15時35分、内港15時51分、伊予大津16時1分、山那浜16時13分、船町16時30分、伊予吉田16時41分、終点の宇和島16時49分の到着です。列車は2両編成、前が1号車、後ろが2号車です。車内はすべて禁煙で、自由席は1号車と2号車の前より1番席から7番席、2号車の白い枕カバーの座席まで自由席です。指定席2号車の後ろより8番席から13番席、2号車の後ろより青い枕カバーの座席指定席となります。特急券お確かめの上ご乗車ください。この列車では車内販売の営業を行いません。また車内には自動販売機の設備もございません。ご了承ください。お停電設備1号車と2号車の間のデッキにございます。携帯電話のご使用はマナーモードを設定していただき、客室内での通話をご遠慮ください。通話の際、ご面倒でもデッキでお願いいたします。お客様にお願いいたします。後ろ、閉まりかけたドアには絶対に部屋荷物を出さないようお願いいたします。閉まりかけたドアはそのまま閉まり、部屋荷物などを挟む恐れがございます。また途中駅の停車時間は短くなっております。お降りのお客様はお早めの試着をお願いいたします。この列車では空調装置による空気の入れ替えを行っております。また列車は途中伊予市駅から終点宇和島駅までの間3番号高速です。